皆さんこんにちは、エビサです。今日はですね、Windows 10の初期状態から Edge、ブラウザの Edge を新しい Edge にアップグレードするところ、そして規定の検索エンジンを Google にする。Google の検索エンジンがおすすめです。Google に変更するというところのステップをご紹介したいと思います。はい、まずこちら Windows 10を展開したばかりの状態です。Microsoft Edge、ブラウザですね、こちらにありますので、どちらでもいいです。ダブルクリックして起動してください。そうすると新しいマイクロソフトエッジをご紹介しますということでダウンロード、新しいものができますのでこれ押してください。はい、同意してダウンロードして、ダウンロードされてきますのでこれもいきなり実行してしまって大丈夫です。自動的にエッジがダウンロードされます。はい、ダウンロード完了しましたね。はい、自動的にインストールも始まります。はい、アイコンが新しくなりました。新しいエッジですね。はい、新しいマイクロソフトエッジへようこそということで始まります。はい、完全セットアップってボタンがありますのでこれを押してもらうといいと思います。新しいタブページ、イメージ、ニュース、シンプル、まあ、好きなものを選んでください。まあ、ニュース好きな方はニュースですかね。はい、そしてサインインしてデータを同期っていうことができます。複数の PC を使っている方、あるいはモバイルアプリですねを使っている方、どこでもエッジで自分の好きなお気に入りあるいは拡張とかですね、そういうものを同期したい場合にはサインインしてデータを同期を押してください。マイクロソフトアカウントあるいはオフィス365のアカウントを使ってデータを同期することができます。サインインしないで続行することもできますのでお好きな方を選んでください。現在機能していませんと出てきますけれどもこれは気にしなくて大丈夫です。もう使えるようになっています。起動の仕方はデスクトップのアイコンをダブルクリックするか、タスクバーにあるアイコンですね、これをシングルクリックするかで起動することができます。そして検索エンジンの変更方法です。検索エンジンは何も設定しないとですね、ここで検索するとマイクロソフト Bing を使った検索になります。もちろん Bing が好きであれば使ってもらってもいいんですが、個人的におすすめは Google 検索エンジンです。変更するには右上のプロファイルの右側ですね、設定などのところを押してもらって設定をクリックします。そして、設定の中の上から2番目プライバシー検索サービスをクリックします。そして画面の一番下まで移動してください。ここに一番下にアドレスバーと検索というものがあります。これをクリックしてアドレスバーで使用する検索エンジン、こちらの設定を Bing に、なってますのでこれを Google に変更してください。これでもう大丈夫です。アドレスバーで検索してもらうと Google の検索エンジンを使えるようになりました。はい、以上で、設定は完了です。はい、今回は検索エンジン New Edge にですねアップグレードするところと、あと検索エンジンの変更の設定方法を紹介してもらいました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。